はい、皆さんこんにちは、吉田美正です。今日ご紹介するのは山崎さんのシュークリームだわですね。シュークリームだわ1個345キロカロリー。はい、これいってみましょう。あ、ホイップ&粒あんですね。私が非常に好きな組み合わせでございます。オレンジペコさんでしたっけ、クレープのお店がございますけども、そちらでもですね、ありますね、このホイップとつぶあんの組み合わせですね。間違いないと思います。見た目は普通のシュークリームですね。大きさも普通ですね。気持ちちょっと大きいかなっていう気がしますね。重さはずっしり、つぶあんが入ってるからですかね、ずっしり重いですね。いってみまーす。いただきまーす。うん。うん。粒あん多い。クリームも多いかな？うん。うまい。うまい。うまいよ、これ。うまいよ。粒あんとクリーム、粒あんとクリームの組み合わせ好きな人、見てらっしゃる方でもいらっしゃいますと思うんですが、私は非常に好きです。これがパンでもありますよね、こういうのね。さっき言ったクレープでもあるし、うん、いっぱい入ってる、この中がいいね。これ、これであれですよ、100円しないですからね、これ。いつも最近、まあコンビニじゃなくてね、スーパーさんでね、こういったもの買ってますけど、だからかもしれませんが、安いです。うんうん、うまい、うまい、うまい。ということで、今回ご紹介したのは山崎さんのシュークリームだわのシリーズのホイップ&プープアンでした。最高でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。のりまさ TV ではですね、あなたのですね、チャンネル登録をぜひお待ちしております。